はい、皆さんこんにちは、亀の川たちです。はい、今回ですね、どこか既視感のあるボールペンの色違い発見。はい、今回ね、皆さんに紹介するやつなんですけど、実はですね、以前自分動画の方で紹介したやつになるんですよね。はい、まあそれがですね、黒いバージョン自分紹介しました。で、今回ね、紹介したやつが、まあお店でこれ偶然見つけたんですけど、銀色のバージョンを見つけることができたんですよね。はい、でもですね、これまあ並べてね、見るとですね、結構このね、今回紹介する色違いのバージョン、割とね、なんか同じペンなんですけど、違うような印象が結構受けたんですよね。なんでね、まあ、2色見つけたらもう2色ともですね、まあ、100均なんでね、100円なんでね、もう行っていただいてもいいんじゃないかなと個人的に思ったんで、まあ、今回動画で紹介することにしました。あとはですね、前回の時にちょっとリフィルのことに関してね、まあ、質問とかがあって、まあ、その後自分でいろいろ調べてみてちょっと分かったこともあったりしたんで、まあ、その辺も追加して紹介したいなと思います。ということでね、前回の動画を見ている方はちょっとおさらい的な内容になるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでリフィルの情報がまあ追加されてますし、あとはですね、まあ、今回のね、まあ、動画が初めてだよという方は、まあ、前回の動画、まあ、関連動画みたいな感じで見ていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、ぜひ今回も最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでですね、まあ、今回ですね、皆さんに紹介するやつ、またパッケージの方に戻したんですけど、こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、まあ、油性ボールペンで、これダイソーさんのこのマークはこういう風についてて、まあ、これがまあ緑色にこういう風になってます。緑というか黄緑かな。はい、でボディに関してはこんな感じで、まあ、全て銀色のこういう風な感じになってます。はい、いかがですかねこれ。はい、結構綺麗ですよね。はい、ということでですね、まあ、前回ね、自分動画でね、紹介したやつ、これまたね、パッケージの方に戻したんですけど、はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、まあ、後ろがですね、まあ、これ白に対して黒みたいな感じになります。はい、まあ、全部ね、これまあ、色違いだとこれ同じパッケージにしてもいいんですけど、こんな感じで白黒でこういう風に分かれてる感じになります。でもまあ書かれてることに関してはこれ表のところ一緒ですね。で、まあ、下のところもこれ、まあ、型番に関しても J の6って書いてあって、これ一緒になります。まあ、後ろのところもこれ見てみるんですけど、はい、そうですね、細かい型番に関しても、まあ、こんな感じで一緒になるんですけど、はい、これそうなんですよね、色をこういう風に分けられてるんですよね。ちょっと個人的に珍しいパターンなんじゃないかなと思います。はい、というような感じでね、結構見た目の印象が変わってる感じなんですよね。はい、ということでですね、まあ、前回ですね、どんな感じで自分動画で紹介したかということでね、まあ、まずはサムネの方を皆さん見ていただきましょうか。はい、それがこちらになります。はい、はい、高級感と謎の既視感っていう感じでね、はい、まあ、お値段以上のクオリティで本当にこれ素晴らしいやつだと思います。で、まあ、この辺はまあ、その情報ですね、まあ、書いた感じで、まあ、ダイソーさんで見つけて、はい、なんかどっか見たことあるなっていう感じで、なんかちょっと首をかしげてるというか、なんかこういう風にね考えてるような、まあ、男性を、まあ、後ろにこういう風に持ってきました。あとはね、これ薄くね、これ文字でデジャブってこういう風にね書いたんですけど、これちょっと見えにくかったですね。はい、まあ、でもですね、まあ、こんな感じで、まあ、作った感じなんですけど、皆さんいかがですかねこのペン。はい、まあ、家にね、なんかすでになんかこの辺になんか文字書かれたやつ持たれてるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、そうなんですよね。実はですね、このペンなんですけど、はい、どちらかというとノベルティ用途の商品になったりします。はい、まあ、普通のラインナップとはちょっと違うようなね、やつで、まあ、これ実はですね、上のところにこれプラチナマネッツさんのこのロゴが入ったり、まあ、してるんですけど、うん、これプラチナさんというよりは、まあ、ちょっとその OEM 元みたいなところな感じな、まあ、ペンなんですよね。はい、ということでね、まあ、このね、動画の時にね、まあ、この既視感の正体、はい、まあ、その OEM のところでこう呼ばれてるよっていう風な名前を出したんですけど、皆さんいかがですかね、覚えてますかね。はい、まあ、初めての方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はですね、このペン、はい、他のね、名称があるんですよね。まあ、そのキーワードで調べていただくと、まあ、これメーカーのね、このプラチナさんのところからずっと辿っていくとなかなか出てこないところがあると思うんですけど、はい、そのキーワードで調べると一発でね、このペンっぽいやつが出てきます。はい、ということでね、まあ、この動画の時には紹介したんですけど、皆さん覚えてますかね。はい、○○○○っていろいろ書いたんですけどね、はい、そのカタカナの文字、はい、皆さん思い出しましたかね。はい、ということでね、じゃあ答え合わせの方をしたいなと思います。はい、その文字、はい、こちらになります。はい、こちらです。カームメタルになります。
はい、皆さんこれ覚えてましたかね。はい、言えるようになりましたかね。はい、まあ、1,2,3,4,5,6 文字です。はい、カンメタル、まあ、英語で書くとこんな感じになります。でこれ R がね書いてあるんですけど、実はですねこれ商標登録の方取られてます。はい、まあ検索してみるとね、まあ、これどこが持ってるかっていうのは分かるんですけど、株式会社ジャストコーポレーションというところになります。はい、そうなんですよね。まあ、このプラチナではないような感じなんですよね。はい、まあ、実はまあこういうふうなジャストコーポレーションさんという、まあ、印刷とか、まあ、その辺とか得意とされている、まあ、ノベルティのところですね、まさに。まあ、そこのところはまあこれ商標として持ってて、結構これまあ、このボールペン以外の、まあ、ボールペンっちゃボールペンなんですけど、2色入ったやつとかね、まあ、タッチ機能がついたやつとか、まあ、そういうのとかもまあ売られているのが、まあ、ホームページとかでは確認することができます。はい、というような感じでね、まあ、ちょっとこれ置いておきまして、じゃあですね、まあ、これのね、まあ、中身ちょっと今回のやつ開けてみましょうか。はい、まあ、後ろとかにねもう書いてあることはまあ一緒なんですけど、まあ、ちょっと初めてだよという方もいらっしゃるかもなんで、まあ、表はねもうさっき見たんで後ろ見てみましょうか。はい、まあ、上のところこれ、あ、ここはちょっと違うか、まあ、シルバーになってますね。はい、あ、バーコードもちょっと違ってる感じなんですけど、ここの型番に関してはまあ違うよ、あ、一緒だよっていう感じになりますね。はい、まあ、J の6になってて、はい、YM20P の10の D078、まあ、この番号はまあ一緒ですね。で、まあ、プラチナマネッサンのやつが来てて、で、ボディ の, その素材に関しても一緒ですね。で、まあ、注意事項もこれと大したことは特に書いてないかなと思います。はい、ということでね、じゃあごめんなさいね、改めて開けていきたいなと思います。まあ、上のところをこういう風に取ると、はい、中身がいかがですかね、今回のやつ。はい、こんな感じになってます。はい、結構ねやっぱりこれすごく綺麗ですよね。はい、もうちょっと100均とは思えないような感じのクオリティにこういう風に仕上がってます。これてっぺんのところがね、これなんか黒色でしたね。はい、ここがちょっと、まあ、浮いてるかなってちょっと思ったので、まあ、気になったんですけど、まあ、全体的に、まあ、銀色がこういう風に来てる感じになります。でですね、この前のやつですね、まあ、この黒いやつとちょっと並べてみましょうか。はい、まあ、もうちょっと近づけましょうか、ぐーっと。はい、まあ、こんな感じになってます。はい、いかがですかね。はい、まあ、先端のところはこれ一緒ですね。まあ、このリングの位置も一緒な感じです。まあ、でもボディがこういう風に銀になってる感じです。で、上のところですね、まあ、これが共通してこの黒になってるという感じなんですけど、はい。まあ、こういう風にね、並べて見てみても、まあ、同じっちゃ同じなんですけど、はい、やっぱりね、ちょっと印象の方がね、個人的に結構変わるんじゃないかなと思います。これノックしてみてもそうかな。はい、まあ、ノックしてみたらこんな感じですね。銀になってたりとか、はい、こんな感じです。はい、ということでね、じゃあ実際書いてみましょうか。じゃあ紙の方出したいなと思います。はい、まあ、紙の方出してみましてね、まあ、ちょっと書いてみたいなと思うんですけど、はい、かなりまあ低粘度な感じでね、ぬら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 、まあ、書けるのが特徴となってます。まあ、ここのところにも低粘度インクで軽い書き味というふうに書いてあるんですけど、はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、非常にまあ、いい感じで優秀に書けるんじゃないかなと思います。じゃあこれ中身の方ですね、まあ、ちょっと取り出してみたいんですけど、はい、まあ、中身に関してはこんな感じの、はい、リフィルが入っております。はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、ここのところですね、まあ、ここのところに注目なんですけど、実はですねこれ中にね、まあ、この100均のダイソーさんバージョンで入ってるやつは、はい、このようにですね、これプラチナ、はい、プラチナマネッサーですね、まあ、これの 0.5 ミリのやつが、まあ、今回これ入っているような感じになります。でもですね、先ほどね、お見せしたジャストコーポレーションさん、あそこのところからはちょっとこのプラチナマネッサーじゃないやつが、まあ、入ってると思うんですよね。はい、というような感じで、まあ、このプラチナマネッサーのやつが入ってるんで、まあ、こういうふうにまあ入ってるかなみたいな、まあ、ちょっとそういうふうな商品になります。はい、ということでね、まあ、これの時にね、まあ、出した情報なんですけど、まあ、このペンについての、まあ、カーボンメタルの情報についてちょっと出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、まあ、こちらですね。はい、まあ、じゃあちょっとですね、5秒間ね、まあ、スクショタイム設けたいなと思います。はい、いきますよ、よーい、スタート。
でね、じゃあ皆さんスクショ取れましたかね。はい、まあ株式会社ジャストコーポレーションさん、まあこんな感じで印刷とかノベルティとかまあされているところで、はい、まあ夢が先ほど言った感じなんですけど、はい、これ本体ね、まあ中国で同じく作られてます。でですね、まあタイプの方がですね、まあこんな感じでまあいろいろある感じなんですけど、今回まあ紹介したいのがこのカームメタルです。で、これ前回これ出したやつとこれ一緒なんですけど、ただですね、ちょっとね、今回おって思ったのが、はい、これ10色こういう風にあるよっていう感じで、このジャストコーポレーションさんのサイト書いてあるんですけど、ここに書いてある10色と、今回これ、皆さんにお見せするこの銀なんですけど、実はですね、この10色の中にこの銀ってね、ないんですよね。じゃあその他のなんかこの辺ガンメタルとかなんかこの辺であるんじゃないのって思うんですけど、どうやらですね2021年8月20日現在ですね、ちょっとホームページ見てみてもね、なんかこれね銀のやつ載ってないんですよね。なんでこれね全部でまあ10かそれ他のやつ入れてまあ10何色かもしれないんですけど、ちょっとこの中に入ってないんで、もしかするとこれ隠れカームメタルみたいなのがね存在してるかもしれないです。まあこれそのうちの一つかなと思います。ですね、まあ、このカーモンメタルなんですけど、実はですね、まあ、印刷なしでの場合でもね、これ100本単位から買うことができます。まあ、その時の値段がこんな感じですね。で、まあ、数が増えていくと、まあ、ロットの関係で、まあ、単価が安くなっていくんですけど、まあ、大体1個この60何円から、まあ、90何円ぐらいかな。はい、まあ、それに、まあね、ダイソーさん、まあ、110円かな、税込み価格売られてるような感じなんで、まあ、わずか、まあ、差額ちょっとですけどね。はい、まあ、それが、いっぱい売れれば、まあね、値段とかバーって上がっていくんですけど、まあ、こんな感じで、割と、はい、まあ、100円以内には収まってるんですけど、結構ギリギリですね。でもすごく質感がいいようにこんな感じでまとまってるんじゃないかなと思います。なんでまあお値段以上な感じですね。で、前の時もこれ言ったんですけど、この口金のここですね、ここのところがね、まあ金属じゃなくてちょっと樹脂になってるかなと思います。でもこの辺はまあ金属になってて、まあ、非常にしっかりした作りになってるよっていうのが、まあ、このカームメタルになります。じゃあこれね置いておきましてね、リフィルのことですね、まあ、ちょっと言いたいなと思います。これですね、まあ、リフィルがどんな感じで入ってるかというと、はい、まあ、こんな感じでまあ入ってまして、でここですね、ここカンカンってやるとなんかカラカラって音がするんですけど、こういうパーツが、はい、出てきます。はい、まあ、これ回転紙ですね、ボールペンとかでも見られるやつなんですけど、これ方向的にはこの尖った方がこういう風に上に来てこんな感じで、まあ、入ってるよっていう感じになります。まあ、ちょっと分解して直らなかったよという方はこれ向きがあったりするんで、まあ、こちら向きに入れていただけるといいなと思います。はいですね、まあ、これなんですけど、なんかですね、ペンテルさんのビクーニャっていうペンがあって、まあ、それの回心を使うと、まあ、いけるとかなんかいろいろ書いてあったりとか、まあね、教えていただいたりとかコメントでした感じなんですけど、まあ、それ以外の方法ねちょっと自分見つけましてね、この方法も面白いんじゃないかなと思うんで、それは今回紹介したいなと思います。まあ、実はですね、先ほどのジャストコーポレーションのサイトを行くと、まあ、このカームメタル用の返し品として、まあ、ノーブランド品なんですけど、5本セットで220円という価格、まあ、これ結構安いと思うんですけどね、はい、まあ、それで売られてるんで、まあ、そちらで買っても、まあ、別にいいかなと思うんですけど、今回ですね、ちょっとね違うリフィルで試してみたいなというのがこちらになります。じゃーん、はい、こちら、はい、これがですね、ジェットストリームのこれリフィルなんですよね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ISO のこの G2 規格のこのジェットストリームのこれです。はい、まあ、上のところにこの羽がついてるやつなんで、はい、じゃあこれ羽これこういう風についてるんで、じゃあこれいらないっけってなんか思いがちなんですけど、これちょっとご覧くださいね。はい、まあ、これ羽付きの場合でこういう風に、まあ、これこういう風に合わせてみると、これ長さがですね、ほとんど一緒な感じなんですよね。で、まあ、ここのところの長さも、まあ、大体、まあ、よく似てるかなという感じになります。はい、ということはですね、もうこれ、羽に羽みたいな感じなんですけど、こういう風な感じで入れてみたらどうかということ。はい、これちょっと試してみたいなと思います。はい、ということでね、じゃあちょっと戻してみましょうか。まあ、この羽を入れてみまして、で、これを羽付きなんですよね。はい、まあ、このまま入れてみます。はい、でここのところに今バネを入れてみまして、で、まあ、口のところをこういう風にしてみます。はい、ということで、まあ、これ戻した感じなんですけど、これはい、はい、うまいこといくんですよね、これ。はい、じゃあ、まあ、これノックした状態でこう先端見てみるんですけど、はい、割とこれしっかりしてます。はい、ということで、じゃあ改めてですね、まあ、紙の方をこういう風に出してみまして、ここのところに、まあ、書いてみるんですけど、はい、まあ、これでですね、はい、ジェットストリームインサイドみたいな感じで、はい、こういう風になりました。は
はい、もうこうなると中身のところがですね、まあ、あの三菱鉛筆さんのやつになるんで、ここのところはまあプラチナじゃなくて、まあ、三菱鉛筆さんになるかなとかね、まあ、そんな感じでは思うんですけど、はい、まあ、実はこんな感じであの G2 リフィルのやつをこういう風に、まあ、羽に羽があの回転子に回転子がつくみたいな感じなんですけど、はい、まあ、こんな感じであのリフィル交換あのこういう風な場合もすることができるんで、まあそうですね、まあ、K もこれリフィル全然これ違いますよね、先ほどのやつと。はい、なんであまりこの K の太さというよりかはこの長さですね、まあ、それを注意していただくとこんな感じであの自作もできるんじゃないかなと思います。あとはこのバネの位置ですね、まあ、ここのところ、まあ、あの合わないやつでも強引にあのシールとかをぐるぐるぐるって巻いてあげるとか、まあ、そうしてあの出っ張りを作ってあげるとできるんじゃないかなと思うんでね、はい、ぜひあの皆さん今ちょうどですね、あのまあ夏の時に収録してるんですけど、まあ、夏休みの宿題みたいな感覚とかね、はい、自由研究みたいな感じでやっていただいてもいいんじゃないかなと個人的に思いました。はい、というような感じですね、まあ、今回ですね、まあ、この銀のバージョンなんですけどいかがですかね、まあ、ちょっとジャラッと出すんですけどこちらですね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、銀色のペンとか透明なペンとか白いペンとかですね、まあ、これらとも結構こういう風に、まあ、合わせてあげても、まあ、綺麗なんじゃないかなとね思ったりするんで、はい、あのまあ、買ってみても、まあ、100円なんでね、お試しにやってみてもいいんじゃないかなと思いました。はい、ということでですね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるので見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。